MP5A5 を構えるアメリカ海兵隊員 H&KMP5 に関連する作品の一覧はドイツの H&K 社が開発したサブマシンガン H&KMP5 に関連する作品の一覧である。MP5 は現実世界では、GS、g AT s g 9 SWATSAT などの警察組織や軍所属の SAS デルタホースネイビーシールズなどの カウンターテロリズム系特殊部隊を中心として使用されている定番装備であるため数多くの作品で登場している。現在では完全な MP5 が撮影用に手に入り使用できるが1990年代以前の映画などで使用されたクロップガンは民間用の HK94 を改造して MP5 を再現したものであった。またフルオート射撃ができるモデルは トリガーグループとレシーバーを改造しなければならず、主に G3 のトリガーグループを組み込んだ HK94 や SP89 の改造品が使用された。ハワイ5-0原作小説では挑戦、民主主義人民共和国。劇中で、溶山都市機が MP5 をテロリスト御用達の武器と発言しているが、本来自動連射可能な MP5 は、 公的機関向けにしか販売されていない第2話では、シット、スペシャル版ではサット、それ以外は単に特殊部隊と呼ばれているマガジンはストレート型となっており、全体的な形状は MP5 よりは原型の HK54 に近い。東京マルイ製のエアソフトガンを参考に作画されているらしく、細部の形状は同製品に酷示している。ありがとうございます。